サイコロジーゲームはカウンセリング用のボードゲームとして日本で初めて発売されました。このボードゲームの目的はカウンセリングの場面で相談に来られる方とカウンセラーとの信頼関係を遊びを通して深めていこうというものです。小学生版と中学生版の2種類があります。小学生版はスゴロクタイプになっています。カード置き場に質問カードを置きゲームを始めます。質問は全部で120問あります。サイコロを振り駒を進めます。カードを引くというところに止まりましたらカードを引いてその質問に答えていきます。自己表現が苦手なお子さんでもこの遊びを通して積極的に自己表現をすることができます。動物が30体入っていますのでお子さんが質問に答えたらご褒美として好きなものをあげてください。一周すると40分くらいかかるのですが、途中でゴールを設定しても構いませんし、時間を区切っていただいても使えます。中学生版は中学生に適した問題が入っています。進路のことですとか思春期に関するものも含まれています。中学生版はゴールがありません。中学生くらいになりますとゲームをしたいというよりは問題を抱えて話を聞いてもらいたいというケースが多くなりますので、質問に答えてもらうということを重視しています。小学生版も中学生版もそれぞれ質問の一覧がありますので、そのお子さんに合わせた質問カードをあらかじめ選んでおくと良いかと思います。オプションとして一般向けカードがあります。中学生版の質問カードと差し替えていただくことで中学生以上にも対応できます。